皆さんどうもピーマンです。今回の実況から、2軍ペナントチームとの3連戦が始まります。自分の作ったチームですが負けないように頑張っていかないとね。この試合はこの3連戦は首位攻防戦となりますね。もしもうちのチームが3連勝したらですね、一気にリーグ1位に駆け上がることができます。1位とは現在 2.5 ゲーム差、ヤクルトとは2ゲーム差となってますね。ちなみに今季の対戦成績は1勝2敗で負け越してますからね、3立てするということはかなり難しい戦いになると思いますが、いや俺は頑張るよ、必ず3連勝いきましょう。さて今日のベストオーダーを考えていこう。今回の実況では出番プレイでチームがチャンスになると私ピーマンが操作していきたいと思いますのでね、チャンスでしっかり結果を残す、必ずね。よし、今日のベストオーダーはね、里崎変えて、いや待てよ、相川と谷繁も調子悪いな。相川使おうかな、じゃあ今日は。で、稲葉さんが調子いいね。稲葉、どうしようかな。迷うとこではあるけどね、和田さんを変えるわけにはいかんから、今日稲葉、ファーストガッツもまあ、それなりに打ってるし、まあ今日ちょっとは稲葉いいでしょう。で、先発は誰？西口、スタミナないな。他の選手だ。番長三浦で OK ね。よし、今日の先発は番長三浦、防御率は6点台。番長にはね、もっともっと俺は期待してるんだ。頑張ってもらわないと困るよ。こんなにね、打たれちゃダメ。今んとこ番長はこのチームの先輩になっている。チームの勝利には貢献できてない。リーグ優勝できなかったら全部番長ミラーのせいにしようかなと思ってますからね。そうならないように今日最高のピッチング、最高で最強のピッチングをね、期待しましょうよ。行くぜ。ピンチではなくチャンスでしっかり私も打つ。自分の作ったチーム負けるわけにはいかんでしょう。あのチームは強いけど、強いけど今のこっちのチームの方がもっと強いからね。よし行きましょう。弱小ピーマンズとの戦いになりますよ。弱小じゃないけどね、思いっきりリーグ1位やから。おお、今日の先発前剣か。この前剣もね FA で獲得しましたからね。もう2軍ペナントチーム言っとるけど、2軍メンバー誰一人としていないからね。ほとんどもう各球団の主力選手しか来てないから、これに加えてダルビッシュ、金子千尋もおるからね、気違いチームですよ。恐ろしさしかないけどね。さて行こう。ほい、あー早いか、打たなくてもよかったかもしれないね。今の見逃してもよかったかもしれない。ここで和田さん、いやもうとにかく1点でしょ。うわー、どうだどうだ、詰まった打球は運よく落ちる。ないかー、わーばばばばー、わー、1回からチャンスを作ったんですけどね。これは高い球を打ってのセカンドフライでございますよ。うわ、いきなり2点、あかん。番長ミラ4失点、頼むよー番長、何してんねん。あー、ダメ、サークルチェンジ、完全にタイミング外されてる。ちょっとひどいねー。流した打球はセカンドゴロ、進塁打だ。2アウトランナー3塁、ここで福留さん頼むよ。福留さん今季はまだ本塁打がないんだよね。4打点と少ない3番バッターの成績ではないわな。しかしここでは、ここではイエス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 、1点返しました。まず1点です、まず1点です。ありがとうございます。しっかりとここで仕事をすることができたね。センターワイヒット。ふう、お、またチャンスできたよ。これはありがたい。新井さん、2アウトランナー1塁3塁。カモーン。ここまでの新井さんの成績も素晴らしいからね。誰にも手をつけられない。それが新井ですよ。変化球、シュート。やばい、ワンツー追い込まれた。打ちに行くよ。絶対2点目はここで入れる。流した打球はイエス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 、ナイス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 、ここでも打点を歩けることができた。素晴らしい、ナイス。流した打球はファースト取れずですよ。全く計算通りだ。ヘイユーここでガッツ小笠原、今日ヒットを打っている。いやもうガッツに限っては長打狙いですからね。逆転のスリーランホームランを目指して打ちますよ。今季2本打ってますけど、1本は僕が打ったホームランですからね。実況動画で打ちましたよ。カモン。うおー、カーブ、スローカーブ、追い込まれてる。ワンツー、追い込んでからスローカーブなんて投げるな。全力で来い。来たね、本当に来たね。打てないよそんなインハイの全力なんて。打てるわけないよ。ズドーン、伸びすぎー。三振、ありがとう。気持ちいい。あー、負けた負けた。また打たれたね。どれだけ打たれりゃ気が済むんだね。7対3。うわー、ちょっといい流れ来てるなーと思ったら、すぐ打たれるね。はぁ、情けないというか、なんというか。誰が打たれたのかよくわかんないけどね。
ダンジョン・ミラには勝つだよ、本当に。この打球は、いやー、ダメ。あー、手入らん。ここでも打てず。もう一回チャンスで来い。あー、来ないか。あー、一戦目から負けて、はい、これでもう首位攻防戦終わりですよ。残念ながら、1位になることはできませんからね。うわー、今日エンジェル大活躍、前剣もいい活躍だな。10安打3失点の本日のヒーローに選ばれるのはちょっとおかしいけどね。まあ、完投してますからね。今日はエンジェルに打たれたのか。いやいや、正直ね、エンジェルはそんな強くない選手だぞ。6回に3、今季3号目のホームラン打たれてるし、ようにも打たれてるね。マンチョミラ、しっかりしてくれよ。わ、今日、松井和夫が見て、4打数4安打ですよ。素晴らしいね。打点も上げてる。止められない松井和夫。そういや、塁によくいたよね。今回はね、チャンス、出番設定でチャンスでプレイしてみましたが、残念ながら、負けましたね。はい、というわけで今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。残念ながらね、勝つことはできませんでしたよ。まあ、明日勝てばいいだけの話だと思ってるんでね。明日こそは勝ちたいと思いますので、次回また見てくださると嬉しいです。じゃあ、グッバイ、またを。